バタがあーあー懐かしいプロレスの50円監督来たよ。こんにちは、楽天野球団の立花です。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。 YouTube どうですか。球団としては、これからも頑張って面白い動画をね配信できればと思ってますが、今日はロッケ祭りを、開催してまして、そのご紹介を YouTube でやろうというふうに話してたら、たまにはお前が出ろと言われまして、私が代表してちょっとご紹介をさせていただければと思ってます。ちょっと僕が話すよりも詳しい人間を呼びたいと思うので、文太君です。こんにちは。うちのエースです。よろしくお願いします。長谷川です。よろしくお願いします。今回のこの展示はですね、実際に、祭りで使っているものなんですが、やっぱり去年今年と祭りができていなくて、途中で作ったけど終わってたりとか、作ってそのままになってたものを、各県から集めさせていただいて、今回正面に一番いいところに展示させていただきました。一個一個、ね、これ花笠山形の花笠の、衣装。これね、僕小学校がこの花笠踊りをやる小学校で、小学校だから踊れるんですよ。で次が、福島の赤べこですね。赤べこね、はい、と、わらじ祭りのわらじ、これ金のわらじで、盛岡三叉祭りの衣装と太鼓になります。これも行きましたね。行きました。はい、三叉も行きました。この太鼓も実際に使われているものになります。そして秋田なまはげと関東祭りの関東、奥の高いものに関しては、実際に祭りで小学生、中学生が使われているので、なるほど、はい、で後ろに、七夕の吹き流しが5基ついてまして、何よりも一番真ん中青森ねぶたがございます。立派だよこれね。これ夜になったらライトもつきます。そうだね、はい、夜はすごい綺麗なんで、皆さんこうライトアップされてるんで、ここに来ていただければ6県の祭りが楽しめると。試合前の明るい状態と試合後の暗い状態で撮られる方が多かったですね。 SNS 等で、はい、拡散してほしいです。アップしていただきたいです。よろしくお願いします。お願いします。もういろんなところに至るところに提灯あるんで、はい、全部球場の中で全部合わせると1200個ぐらい。1200個。入り口の入って、そこ正面で入ってくるとすぐに七夕がある、はい、これ夜になるとね、ライトアップされて7色に光ります。すごい綺麗なんで、30基ついてるのですごく綺麗なんです。でここにロッケの調子が押し込んでる金にいるよ、あそこに。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいじゃない。ありがとうございます。4年ぶりです。まあ、でもこのあれもね、全選手、はい、すごいですよね。あるんで、金魚すくい行きましょう。顔も変わんないです。社長やったことありますか。あるよ。あります。でも全然覚えてない。スタート。スタート。すごい。ちょっと、結構難しい。あ、簡単じゃん。社長、すごい2匹ね。ごめんね、ごめんね。お、1匹いった。取れないです、全然。おいで。俺結構いってるよ。本当ですか。すごい、すごい。あ、すごい。あ、すごい。6匹。すごい。すごい。4匹です。いい。全然釣れなかった。ちょ、もう一回やってみ。あ、いけた。いけた、いけた、よかった、よかった。これはちょっと俺無理だわ。これはできた。これは1分間です。レディーファイト。頑張れ頑張れ頑張れ。いけます。うわぁ、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。絶対無理、絶対無理。これ触りました。代わりに文太がいきます。いきます。レディーファイト。すごい、でも早い。取れない。さあ、
2、1、終了です。マジ取れないこれ、ちなみに取れたら終了。4匹取れたら終了ですか。昨日、一番最高で4匹、これぜひ皆さんトライしてください。膨らませてください。頑張ってください。結構難しい。あ、え、倒れない。当たったのに。結構重めなんですね。ちょっとインチキ臭いよこれ。私バランスが結構。あれね。あ、本当だ。いくよ。はい。なんやそれ。これ A 賞です。A 賞。まあ A 賞。ありがとうございます。いやいやいや。懐かしいこれ。初めて。結構すぐ破けちゃう。初めてじゃないの。これ子供の頃やったよ。あ、俺この紫でいい。無理にしよう。バックになってるのかな。あ、すごい早い。むちゃ簡単だね。え、すごい。すごいんだけど。これ子供でも楽しめそうですよね。これ一番楽しいもん。子供たち。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。からのプレゼントです。これ知ってる、これ。これ知ってる。手出して、指、指。そこでいいのかな。おお、すごい。上手、上手、上手。大丈夫ですか。ありがとうございます。楽しんでね。楽しんでね。グルメは、うちのスペシャリストがいるんで。スペシャリスト。紹介します。あ、こんにちは。モンデーです。モンデー。モンデーです。スペシャリスト。グルメは任せてください。まず、青森がですね、青天の霹靂というもん、青森で開発されたお米と、あと、ガーリック、トワダガーリックポーク、これがニンニクの粉末を餌に混ぜて作ってることによって臭みがなくなったりとか、肉質が良くなったりとかっていうことで作られてる豚肉です。美味しそう。はい、美味しそう。これね、今日食べた。あ、めましてですか。めちゃくちゃ美味しい。これ今日、昨日、これが日本で初めて3種類の豚を交配して、三元豚。三元豚っていうのはそこから来てます。なるほど、はい、これも非常に人気の。そうなの。あ、山形。じゃあこれ食べないといけない。でこちらも焼き鳥で串に刺さってると食べづらいので、力抜いて本当に照り焼きのような一つ一つの大きいカットで食べ応えのある焼き鳥丼に仕上げます。これ今日これかな。俺これ美味しそう。これも人気があります。岩手鳥で来たんで次も鳥です。こちらも言わずと知れた、昨日ね選手が食べて。あ、そうなんですね。大人気。今日多分選手いっぱい帰ると思います。本当ですか。こちらは日本三大地鶏の一つの秋田比内地鶏を使っておりますので、こちらが宮城の、宮城が誇る一目惚れ、一目惚れ、宮城が誇る一目惚れと宮城が誇る仙台牛。カレーも仙台牛の筋を使ってますので、トロトロに煮込んであってめちゃめちゃ美味しいです。なるほど。はい、福島県も福島牛、これも柔らかくて非常に美味しい。いいじゃん、美味しそうだ。カルビ丼とか。カルビ丼、めちゃめちゃ柔らかくて美味しかったです。美味しそう。ね、でこの天の粒というのが福島県で開発されたお米で、あ、食べ応え。これ買えないです。これなかなか買えないです。天の粒、買えないらしい。そうなんですか。多分これ6日間やってるから。はい。ちょうど1日1軒食べると、全部制覇できます。はい。ちょっと見て、やらせっぽい、あれ、あれ絶対おかしい。すごいこっち見てます。遅い遅い、ずっと言ってましたよ。遅い。お疲れ様です。お疲れ様です。グッズ担当の渡辺です。 T シャツバカ売れです。昨日も100枚以上売れまして、慌てて追加生産しております。夜空に灯る提灯の明かりをイメージしたオレンジの T シャツ。後ろは227市町村の地名をほぼ近い位置。はい、いいじゃん自分の町が。嬉しいですね。ね、あとお面も売ってて50円で。はい。これじゃあ T シャツが3000円。3000円。特別価格3000円です。本当は3900円なんですけど。で、これが50円。お子様に買っていただきたくて50円。安いね。
ぜひ入ったところに、はい、渡辺さんがいつもいます。お待ちしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ここはチケットがなくても、はい、ここの場所は入れるんで、ぜひチアの踊りもね、はい、あそこやるときは見れますからね、はい、見れます無料 で、 そうです。だから特に宮城野区の皆様、はい、遊びに、ね、歩いてこれるんだからそうですね、ちょっとねで来てお祭り気分でね、はい、味わってもらいたい。このヨーヨーとかこのスクーとか、はい、このあとこれ射的とか、あとね向こうにねあれもんですよ、チョコバナナとか、あそうですね、ありますね、焼きそばとか、はい、屋台の本当に紹介できないぐらいあるんで、はい、ぜひ皆様お越しください。待ってます、はい、チャンネル登録してください。よろしくお願いします。あとは何か言うことある？あとは何でしょうかね。あ、監督来たよ。何してるの試合前に。今 YouTube 撮影してるの。いやいやいや、ここ遊びに来てくださいって人一言言って。東北のお祭りいっぱいやってますんで、ぜひご来場ください。中に入んなくてもここ遊ぶことできるんで、よろしくお願いします。すごいね、アドリブが。そういうこと。それでお願いします。ありがとうございます。監督が来たんだよね。すごいですね。珍しいよね。びっくりした。びっくりしました。はいはい、じゃあとっても楽しいお祭り気分、ぜひぜひ味わっていってください。はい、お待ちしてます。じゃあ行きます。はい、よーい、ザッ。最終通報少々お待ちください。取れない、取れないでしょ。はい、こちらから。あ、じゃあもうぬめぬめして取れないぞ。取れないですよ。3、2、1、ダメだ、これやった。これ難しいです。これ取れた人すごいですよ。